ご視聴ありがとうございます。つーちゃんです。このチャンネルでは、社会福祉士など、福祉系資格の取得に向けたコンテンツを発信いたします。この動画だけで、独学で合格できるレベルの内容をお送りいたしますので、ぜひご覧になってください。はい。三福祉士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士資格合格講座です。えー、特集、丸覚え、グループワーク、スーパービジョン。 について今日はやっていきたいと思います。丸覚えグループワークスーパービジョンです。社会福祉試験では社会福祉士福祉の仕事についての内容を聞く問題が出ます、えー。今回ですね、グループワークとスーパービジョンについて特集していきます。えー、グループワークもスーパービジョンも結構専門用語ですがね、えー、試験では出されますのでね、しっかり覚えてください。 聞き流し、ながら聞きで OK ですので、試験対策としてガッチリ覚えて、グループワークとスーパービジョンを理解してくださいね。それでは行きましょう。え、一番です。グループワークは集団をどのように形成するでしょうかえ、意図的に形成するんですね。え、それが、まあグループワークと言われるものです。では。 えー、そこで生じる何を活用しながら一人一人のメンバーへの援助を行うものでしょうかはい。グループダイナミクスですね。えー、そこで生じるグループダイナミクス、まあ集団力学というんですが、を活用しながら一人一人のメンバーへの援助を行うものなんですね。2番です。グループワークの展開プロセスの4つの段階を答えましょう。 はい。1番が、えー、準備期ですね。まずは、準備期。で、二が、えー、開始期。で、3番が、作業期。で、4番が、集結期となります。準備期があって、開始期があって、作業期があって、最後、集結期という風うに、4つの段階を踏んで、えー、グループワークは展開されます。3番です。グループワークの準備期とは何をする段階でしょうか はい、えー、メンバーが初めて顔を合わせる前に、準備をする段階ですね。それが準備期です。では、準備期では、えー、援助者がグループワークを開始するにあたり、グループの計画の立案、予備的接触と、あと何を行うでしょうかはい、波長合わせを行うんですね。 えー、波長合わせというものがですね、結構重要になってきます。それがですね、準備期に行うものとなりますね。えー、4番です。波長合わせとは何をすることでしょうかはい。援助者がぐる、えー、メンバーの生活状況、感情、ニーズなどをあらかじめ理解することですね。それが波長合わせ。 と言います。これがですね、えー、結構グループワークでは重要になってきます。えー、波長合わせ、覚えておいてくださいね。では、波長合わせをすることで、ワーカーは何を準備できるでしょうか二つ答えましょう。一、えー、つが、メンバーの反応にどのように対処するか。で、もう一つが、グループワークをいかに展開していくかを準備することができるとなります。 5番です。グループワークの開始期とは最初の集まりからグループとして動き出すまでの何の段階でしょうかはい、契約の段階と言われております。まあ、準備期から、えー、実際に開始期となるところですね。えー、それはグループとして動き出すまでの契約の段階となります。では、開始期では、 メンバーは緊張していることが多いので何をすることが重要となるでしょうかはい、需要的な雰囲気を作ることが重要とされております。6番です。開始期の契約作業ではグループ活動上における何を確認する必要があるでしょうかはい、基本的な約束ごとを確認する必要が あります。えー、まあ、準備があって、開始期を始めるにあたりですね、まあ、契約作業が行われるんですが、それはですね、グループ活動上における、まあ、みんなのですね、基本的な約束ごとですね、えー、を確認するということが重要となります。ちょっと覚えておいてください。7番です。グループワークの作業期では、 課題に取り組み、目的達成のために明確な成果が出せるように進めていく何の段階とされるでしょうかはい。媒介の段階と言われております。作業期イコール媒介の段階です。では、作業期ではどんな目的に向かって援助するでしょうかはい。個々のメンバーの問題解決という目的。 に向かって援助するんですね。8番です。作業機では援助者に求められる役割とは何になるでしょうかはい。グループ内にできるサブグループを適切に取り扱うことが援助者には求められる役割となります。9番です。グループワークの集結期は何の段階でしょうか はい。グループ援助を終わりにする段階ですね。まあ、集結期ですからね。えー、グループ援助を終わりにする段階となります。また、次の段階に移っていく、まあ、何期と言われるでしょうか。はい。移行期なんですね。まあ、一旦ですね、グループワークの集結を迎えるんですけれども、またですね、別の段階に移っていく時の移行期とも言われております。 では、突然集結するのではなく、集結と移行のための何を設けることが重要でしょうかはい、準備期間を設けることが重要となってきます。10番です。集結期の大きな目的は何でしょうかはい、えー、メンバー自身がグループで経験したことを次にどのように活かすかを 自分自身で考えることができるようにすること。これが、まあ集結期の大きな目的ですね。ちょっとこの辺ですね。まあ頭に入れといてください。えー、はい、そうですね。はい、11番です。グループワークの活動でグループのメンバーそれぞれの目標とグループ全体の目標の双方を達成できるようにする活動を何というでしょうか。はい、それをプログラム活動。 と言います。まあ、あの、グループの中でですね、メンバーそれぞれ個人個人の目標というのと、グループ全体の目標の双方を達成できるようにする活動を、まあ、プログラム活動と言います。ちょっと覚えておいてください。では、このプログラム活動は、援助目標達成の目的ではなく何になるでしょうかはい、手段となるですね。えー、プログラム活動は、 えー、手段になるんですが、目的ではない。というですね。これも覚えておいてください。はい。えー、ここからがですね、スーパービジョンについてとなります。12番、スーパービジョンについてです。えー、スーパービジョンとは何でしょうかはい。対人援助職者が指導者から教育を受ける過程のことをスーパービジョンと呼びます。 では、指導者が援助者と規則的に面接を行い、継続的な訓練を通じて何を向上させることを目的とするでしょうかはい、専門的スキルを向上させることを目的とする。ですね。13番です。スーパービジョンにおける指導者を何と呼ぶでしょうかはい、スーパーバイザーと呼びます。 これですね、結構、まあ、わかりや、わからないというかね、えー、人が多いかもしれませんが、スーパービジョンの指導者は、スーパーバイザーです。では、指導を受ける人を何と呼ぶでしょうかはい、スーパーバイジーと呼びます。これですね、これも、あのー、ちょっとわかり、バイザーとバイジーを混同してる方もいらっしゃったりしますので、覚えておいてください。指導を受ける人をスーパーバイジー、指導者をスーパーバイザーです。 14番です。スーパーバイザーと複数のスーパーバイジーによるスーパービジョンを何と言うでしょうかはい。グループスーパービジョンと呼びます。では、記録によらず、生の場面で直接経験するスーパービジョンを何と言うでしょうかはい。ライブスーパービジョンと言います。15番です。学生同士、 ワーカー同士などが互いに事例検討などを行うことを何というでしょうかはい。ピア・スーパー・ビジョンと言います。まあ、ピアっていうのはね、仲間であったりね、そういう共通の、まあ、一緒にやっている者たちみたいな意味合いがありますのでね、えー、そういった、まあ、学生同士であったり、えー、ワーカー同士などが互いに、まあ、事例検討などを行って勉強することをピア・スーパー・ビジョンと呼びます。 では、スーパーバイジー自身がスーパーバイザーとなって自己分析することを何というでしょうかはい、セルフ・スーパービジョンと呼びます。ま、ああのー、ま、援助者ですね。スーパーバイジー自身がスーパーバイザー、自分で自分をこう、帰り見るというか、まあ、教えるうような形でですね、自分を自分を、自分で自分を分析することをセルフ・スーパービジョン。 ですね。このあたりもですね、まあ、横文字ばかりなんですが、えー、意味と単語、ね、えー、イコールになるように覚えておいてくださいね。16番です。スーパーバイジーであるソーシャルワーカーとクライエントとの関係とよく似た状況が、スーパーバイザーとスーパーバイジーとの関係において起こることを何というでしょうか。はい。パラレルプロセスと呼びます。 この辺りもですね、ちょっと覚えておいてください。パラレルプロセス。17番です。多領域の専門家などから、問題の解決などの援助や助言を受け、援助技術を高めたり、社会資源を活用できる能力を高めるためなどに行う活動を何というでしょうか。はい、コンサルテーションと呼びます。 これがですね、スーパーバイザー、バイジー、スーパービジョンとコンサルテーションの違いとなりますね。18番です。コンサルテーションとスーパービジョンとの違いは何でしょうかはい、えー、管理的機能がコンサルテーションにはないこと。これが、えー、スーパービジョンとコンサルテーションとの決定的な違いとなります。 管理的機能がコンサルテーションにはないんですね。これもちょっと覚えておいてください。はい。えー、今回ですね、特集丸覚えグループワークスーパービジョンということで動画を作っています。えー、社会福祉の、ね、仕事に関する問題は結構試験でも出ますね。で、グループワーク結構重要となってます。今回ですね、えー、グループワークのこう段階ですね、えー。1番、2番、3番、4番とそれぞれのこう意味、 であったりね、えー、グループワークの、こう、持っていき方、やり方を、えー、一問一答で簡単に説明しております。えー、それとですね、あの、後半はスーパービジョンについても、まあ、あのーこう、意味であったりとか、まあ、なぜやるのかとか、そういったことも、含めて、一問一答にしておりますのでね、結構今日はグループワークとスーパービジョン重要となってきますのでね、えー、何度も何度も、えー、見て聞いて覚えてください。 え、何度も繰り返しね、動画を見ることで、えー、本当にですね、こう、まあ、耳に馴染ませることで覚えていきますのでね、繰り返しやることは重要となりますのでね、えー、しっかり覚えてください。はい、えー、社会福祉の講義動画、どんどんまだまだ出していきますので、よろしくお願いします。以上です。